こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼーガーです。さて、 iPhone で動画撮影をするときに一つのちょっとしたコツをお伝えしたいと思います。それは AEAF ロックをして撮影するということです。 AEAF って何なのかって言いますと、 AE はオートのエクスポージャー、つまり明るさです。そして AF はこれフォーカス、オートフォーカスですね、フォーカスがオートでされているというところで、まあこのように定点で撮ってるときは別に大丈夫なんですけど、もし撮影するときにこうカメラを移動しながら撮影するなんて言った時には AEAF をロックして撮影してください。もしロックせずに、撮影してると、ピントが向こうに行ったりこっちに行ったり、もしくは、明るさがちょっと色が冷たくなったり暖かくなったりというふうに、動画素材が非常に 色が変わったりフォーカスが変わったりして 見にくくなります。この AEAF ロックというのは非常に簡単で、撮影するときに画面を長押しすると、黄色の枠がですね2回ほどパンパンと点滅したら上に AEAF ロックっていうのが出ます。はい、でその状態で撮影すると非常にいい素材が安定しますので、そのように設定して撮影してください。レッツ動画。